あ、答えを求めてるって言ったら思い出した、男と女の違いね。男と女の違いってすごくあって、まあ、男の脳と女の脳が違うっていうことは、まあ、難しい話は置いといて、よくあるでしょ、なんか男の人が気をつけなければいけないことっていうね、いつも言うのね、私ね、男の人に対してはね、夫婦であっても恋人であっても、女性ってね、例えばね、今日どっか出かけるから、この服とこの服とどっちを着ようかなって迷ってるとするでしょ。そしたらそれをね、まあ彼氏でも旦那さんでも聞くとします。そしたら真剣にね、相手の人がこっちがいいんじゃないのって答えてくれた時に、自分が思ってる方じゃないこと言われたら、って思うでしょ。私こっちの方がいいのにって。だったら聞くなよって話でね。うん。それがね、女性の本能というのかな。要は女性っていうのは何かっていうと、共感されたい動物なんですよ。だから、相談に行っても、まあ私占いしてたからね、よくわかるけど、結局女性っていうのは自分が納得する答えを言われるまで、って言うんですよ。で、自分が納得する答え言われたら、あ、そうなんですって言うんですよ。うん。もう人のね、答えっていらないわけ。で、みんなね、女性が多いと思うから、うん。まあ、すごい、私が今言ってること、どんなふうに思うかわかんないけど、うん。なんか、思いません？娘が突然な話の切り替えに笑ってしまったって、私いつも突然なんでね、本当にね、そう、女性ってね、答えを待ってるっていうかね、自分の中には答えがあるんですよ。答えがあるんだけど、聞いてその答えを言ってくれたら、あ、よく私のこと分かってくれてるって思うんだけど、自分が思ってる答えを言ってくれなかったら、なんで？本当に私のこと分かってないよね、みたいなね。うん。で、そういうふうなことでね、世の中の男性は悩んでるんですよ。もう本当に、私がね、占いしててね、男性、本当にね、たくさん見たんですけど、そういう人多いんですよ。もう女の人の気持ちが分かりませんって。だから、自分は一生懸命相談されたから答えたのに、なんでそんなこと言うの？とか、もうだからいつもね、例え話をしてね、その服の話を出すんですけど、真剣に答えたらあかんよって。まあ、どっちがいいって聞かれたら、君はどっちがいいのって、で、それで聞き返すか、いや、どっちも似合うよって言うとかね、まあ、どっちも似合うよって言っても、ちょっとそれももっとはっきり言ってって言われるかもしれないけど、まあ相手にね、今日はどっちが着たいの？どっちがいいと思ってるの？とかね、聞き返すぐらいのね、した方がいい。もう真剣に悩んでね、あ、こっちがいいと思うよって言ったらね、もうそれこそね、女の人が思ってない方を言ったらね、もう急に冷めるからね、女性ってね。もう最悪、なんで私こっちがいいと思ったのにとかって言われるから、もう本当そこはね、気をつけた方がいいと思います。まあね、女性に言ってもしょうがないけどね。もし男友達がいてたら、そういうアドバイスしてあげてください。